トルボイス役の大原さくら子です。もう今日こんなに素敵なあの制作発表場所で、こうやって皆さんにご挨拶できて本当に嬉しく思います。そうですね、まあ、今回の私の役は、まあ、普段無口でこう自分の殻に閉じこもっている女の子なんですけれども、亡くなった父親の残した、レコードを聞いたり、そしてそのレコードの歌詞を真似したり、することで心を開いていく、そんな女の子の役になっています。はい、その中で往年のそうそうたる歌姫たちの、はい、こうモノマネをしていくということで、はい、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、本当最初にこう一列にこう歌手の方の真似をするアーティストの名前を見たときに、マリリン・モンロー、ジュディ・ガーランド、シャーリー・バッシー、歌ったことないっていう、しかも真似っていうのが、いやちょっとこれは大きい壁だなと、大きい壁だなと思ってたんですけれども、まあ、今絶賛稽古もしていて、本当に難しいですし、でも本当にこうその方たちのなんかこう気持ちとかを真似できたらいいなと思いますね。なんか尊敬と愛を持って、臨んでいったらいいなと思ってます。そのあたりが舞台の見どころにもなってくるのかなと思いますので、楽しみにしています。はい、続いてアランケイさんお願いいたします。はい、リトルボイスの母親マリーホフ役のアランケイです。数多くの舞台をやってまいりましたけれども、ここまで品のない女性は初めてで、どこまでこんな可愛い桜子ちゃんをいじめられるかっていうところが今回の私のテーマかな、課題かなと思っています。どうぞよろしくお願いします。ずっと出ずっぱりで、はい、非常に、ね、セリフも多く喋りっぱなしの役のようですが、そのあたりはいかがでしょう。そうなんです、本当にもうリトルボイスちゃんが本当に無口な少女なので、彼女の代わりに喋ってるみたいな感じで、本当にお母さんおしゃべりだよね。そうですね、ずっと喋ってます。ね、ちょっと台本見て、ね、引きました。楽屋でさっきお話されてたとかなり旦さんのセリフが多いっていうお話でしたよね。めちゃめちゃ喋ってますね。さっき尋ねたんですけど、アランさん今まで女優やってきた中で一番喋ってるんじゃないですかって聞いたらその通りっておっしゃってました。はい、その意気込みも、ね、はい、含めていかがでしょう。いやもうやるしかないなって皆さんにご迷惑をかなりおかけすると思いますが、その辺は温かい目でよろしくお願いします。湯沢さん、はい、楽しみにしております。ありがとうございます。マリーの、恋人で、怪しげな芸能プロモーター、レイセイという役です。今日アランさんが背中がとっても眩しくて、これから舞台の上でいろんな、ラブシーンに近いようなこともかなり激しくありますので、大変だなと思いながらでも今回非常に楽しみにしております。はい、ビリー役の山本涼介です。ビリーという役は そうですね、すごく不器用で口下手なやつなんですけど、けどまっすぐな部分もあって行動力のある、青年です。そうですね、大原さんにはすごいこう歌声というかお芝居以外にも歌っていう才能があったり、他の皆さんも大先輩方の胸を借りて今回は、もう頑張っていきたいなと思ってますし、皆さん本当にキャラが濃いキャラクターなので、ビリーという役で、僕も負けないように個性を出して、僕ユアン・マクレガーさんとはまた違う、僕らしいビリーっていう役を演じられたらいいなと思ってます。はい、内気な青年役ということで、ご自身と重なる部分ありますか？ないですか？僕も結構ウェーイって言っちゃう方なんで、友達とかにはあまり、なんだろう、そういうけど、まあ口下手な部分とかそういうところはなんか、あ、分かるなっていうのはすごくありますね。
セイディ役の池谷信枝と申します。リトルボイスのお母さんマリーの、友人役なんですけれども、まあ、本当にマリーから荒々しい扱いをずっと受け続ける友達なんですけども、よく友達をやっていられるなというような、はい、扱いなんですけども、で映画の方を見た時にとてもリトルボイスとマリーのことを温かく見守っているなという印象であったんですけど、その舞台版はちょっと最後にんなんかあれピリッというようなちょっと箇所があるので、それがちょっとどうなるか楽しみにしております。なるほど、そのあたり注目して、はい、こんにちは、ミスターブーと、電話技師をやります鳥山と申します。ミスターブーと役、こういう美男と美女が揃っている中で、唯一の妖霊役といいますか、舞台の、そこを担うところになると思うんですけども、まあ、うまい具合にこう引き上げられるといいかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。二役演じられるんですよね。そのようですねそのあたりについてはいかがでしょうか。まあちょっとそうですね、なんか違いが出ればいいとは思ってるんですが、まあ、やるのは僕なので、そこは、まあ、ちょっと日澤さんの方にはちょっと許していただこうかなと思ってるんですけどうまくいかなくてもまあ一生懸命やろうと思っております。ありがとうございます。はい、今回、リトルボイスの演出をやらせていただきます久和祐介です。まあ、このメンバーというか、まあ、お話しいただいてこの方々とできるということだけでも光栄で、まあ、今からなんか稽古が楽しみであります。久和さんは硬派な作品のイメージが強いという方が多いと思うんですけれども、今回は結構新しいジャンルなのではないでしょうか。そうですね、ホリプロさんから初めてお話しいただいた時には、まあなんか本当に思い切ったことをするなっていうのは正直思いましたけれども、まあ、僕も映画は見ていまして、でその後でその舞台版の台本をいただいたんですけれども、その映画版よりもこう色濃くこの人間模様というか、まあ、特にLV とマリーの親子関係ですとかっていうのがすごく、そのショーの方がなんか目が行きがちなんですけれども、そこら辺のやっぱね強い本ではあるんで、そこら辺を僕なりにこうお客さんに届けられればなと思ってます。もう少し俺はい取れる